お前は一生俺の ATM。嫌なら出てけ。私を指さしながら、そう言ってのける夫は、私が泣いてすがるとでも思っているのか、今にも高笑いを始めそうだった。しかし私は、夫とその隣で、勝ち誇ったような顔をしている愛人を交互に見ると、私室に封筒を取りに行き、中の書類を取り出して、リビングのテーブルに叩きつけた。わかった。はい、どうぞ。そう言って、夫と愛人に書類を突きつけると、今度は私が勝ち誇ったように、腕を組んでにやりと笑って見せてやった。自分たちの思い通りにことを運びたいなら、これにサインしてからにしてちょうだい。いぶかしげな顔をして、書類を見る夫と愛人は、内容を把握した途端に、顔を真っ青にした。開いた口が塞がらない二人を、私は、何食わぬ顔をして見つめた。私の名前は、北野友代。今年で46歳だ。結婚して久しいが、子供はおらず、夫と二人暮らしをしている。両親はすでに他界しており、義両親も遠方に住んでいるため、嫁姑問題もなく過ごせている。夫とは、大学を卒業して入った会社で、職場の先輩として出会い、まだ右も左もわからない私に、優しく指導してくれたことがきっかけで仲良くなった。最初はギクシャクしながらも、丁寧に指導してくれる夫に、私は次第に惹かれていった。そうしていくうち、付き合うようになり、私を優しく気遣ってくれる、紳士的な態度に惚れ込んで、結婚をした。しかし、結婚して少しした頃から、夫の様子は変わっていった。当時は、食事に出かけると、支払いは夫が持ってくれていたし、ドライブに出かけるとなれば、車で迎えに来てくれるなど、尽くしてくれていたが、今となっては、自分はリビングのソファーに座って動くことはせず、私に何でも言いつけるようになってしまった。ある日、夫が仕事から帰ってきて、玄関のドアを開けると、同時に怒鳴った。お前、今日のあの弁当は何だ？余り物しか入ってなかったじゃないか。俺が会社で汗水垂らして働いてるっていうのに、余り物を食わせるやつがあるか。明日からはもっと豪華にしろ。そう言って、夕飯の支度をする手を止めて、リビングから顔を出した私に、空の弁当箱を投げつける。しっかり完食しているところを見ると、ただのわがままのようだ。余り物ばかりじゃありませんよ。ほうれん草のおひたしとポテトサラダは昨日の夕飯の残りですけど、卵焼きと唐揚げとウインナーのケチャップあえは今朝作りました。これ以上豪華にするってどうしたらいいんですか？夫の理不尽な要求にため息をつきながら答えると、それが気に入らなかったのか、夫はさらに怒鳴る。それを考えるのが主婦の仕事だろ。いちいちお伺いを立ててないで、ちょっとは自分で考えて行動しろ。そう言って、着ているものを脱ぎ散らかしながら、夫はお風呂場へと消えていった。いつからか、夫はこうやって、私に全部自分の世話をさせるようになり、少しでも自分の思い通りにならないと、怒鳴り散らして手がつけられなくなる。そして、私が諦めて手を動かし始めれば、満足そうにうなずいて何も言わなくなる。こんな生活がいつから始まったのかはもう覚えていないが、私は心底うんざりしていた。私はまたもため息をつきながら、それらを拾っていき、ハンガーにかけたり、洗濯機に入れたりと片付けるのだった。そんな生活が続いたある日、私は、とあるトラブルが発生したことを知って、対応することになった。
現場へ行って状況を把握し、これからの手配に書類の作成。それらがやっと落ち着いた頃にはもうすぐ日付が変わろうとしていた。疲れた体を何とか動かしてようやく家にたどり着き、玄関を開けると家の中は真っ暗になっていて、どうやら夫はすでに寝ているようだった。夫はカップ麺で食事を済ませたのだろう。リビングのテーブルには食べ終わったカップがそのままにされていた。私は一つ大きなため息をついて、夫を起こさないよう配慮しながら簡単な食事と入浴を済ませ、その日はそのまま寝ることにした。明日の弁当の用意をしていないが、それよりもまず体を休めることを優先したかったので、今日のところは諦めることにした。次の日、私はいつもより早くに目を覚まして、夫の弁当の準備をしていた。夫が起きたようで、階段を降り、顔を洗うために浴室に入る足音を聞きながら、朝食の準備を始めた。私は朝食を食べる習慣がなかったので、いつも夫の分だけを用意している。少しして、夫がリビングに入る頃には、テーブルに朝食と弁当を並べておく。そうしないと、夫は朝から怒鳴り始め、自分が出かけるまでずっとへそを曲げているのだ。私は洗い物をしながら夫に声をかけた。おはよう。昨日は遅くなってごめんなさい。今日も遅くなると思うから、食事は外で済ませてきてくれるとありがたいんだけど。昨日のことも含めて怒鳴ってくるかと思ったが、いくら待っても夫から何の言葉も、ましてや怒鳴り声も飛んでこないので、私は洗い物をする手を止めて夫を見た。夫はそしらぬ顔で新聞を読んでおり、いつもなら真っ先に手をつけるはずの朝食には目もくれず、じっと黙っている。何事かと思って呼びかけてみるが、夫はそれを無視して新聞を見つめているだけだった。そしてしばらくの間そうしていたと思うと、急に立ち上がりリビングを出て行った。私は訳がわからないまま手をつけられずに冷めてしまった朝食を見下ろしていると、夫は身支度を済ませて弁当が置かれているリビングに入らないまま出て行ってしまった。まるで私のことなど存在しないかのように振る舞う夫に、私はただ唖然としてしまった。仕方なく朝食は私が食べ、弁当は私が持って出ることにする。そして今日も今日とてトラブルの解決に奔走し、昨日と同じくらいに仕事を終えて帰宅すると、またも家の中は真っ暗だった。しかし今日は夫は食事を外で済ませてきたようで、キッチンのものが動かされている様子はなかった。案の定、脱衣所には脱ぎ散らかされた衣服が散乱しており、私はうんざりしながらそれらを片付けた。さらに次の日、私はいつものように夫の朝食や弁当を用意していたのだが、夫はまた私の作ったものには目もくれず、今度は一度もリビングに入らないままに仕事に出て行った。それからずっと夫は私の存在を無視するようになり、私も私でそれを受け入れて行動を起こすことにした。そんな生活が当たり前になったある日、トラブルも落ち着いた私は以前のように家のことをして過ごしていた。するといつもより早い時間に夫が意気揚々と帰宅した。このところ、私がいようがいまいが、お構いなく帰宅しては、入浴を済ませて、さっさと寝てしまう生活を続けていた夫は、食事を外で済ませているようだ。私からしてみれば、夫の分の食事を考えなくても済むし、弁当を作るために
早く起きて支度をするという作業が減ったので、いいことばかりだった。しかし、今日の夫は今までとは打って変わって上機嫌だ。何を考えているのだろうと思いつつも、自分の食事を用意していた私は、珍しくリビングに入ってきた夫に驚いた。そして、その夫が連れている人物を見て、私は開いた口が塞がらなかった。こんばんは。私、大城優香と言います。キャピキャピと、夫の腕に抱きつきながら挨拶をする様子に、私は何も返せなかった。こいつ、今日からここに住むことになったから、何でも2ヶ月くらい前に住んでたアパートが全焼して、住むところがないらしくてな。俺の愛人なんだし、連れてきたって構わないよな。久しぶりに喋った夫の言葉はこれだった。愛人だなんて、堂々と浮気してますと宣言までして、おまけに愛人の方は、私を品定めするようにじろじろと見てくる始末だ。私は言いたいことが山ほどあったが、とりあえずじっとこらえて、二人の言い分を聞くことにした。ここに住むって一体どういうことかしら。ここは私の家なのだけど。そんなもん聞いたらわかるだろ。俺はこれからこいつと一緒になるんだよ。だからお前はお払い箱ってことだ。気の利かないお前と違って、優香はちゃんと俺の言う通りに動くし、若くて美人だし、料理もうまいからな。やだ、そんなに褒めないでよ。目の前でイチャつき出す二人に、ただただ嫌悪感しか抱かない私は、眉間にシワを寄せて反論した。だから、ここは私の家なの。ローンだって私が払っているし、私がいなくなったら困るのはあなたたちよ。それを聞いた夫は、待ってましたと言わんばかりに、にやりと口角を上げて、得意げに言い放った。確かにそうだよな。だったら、この家で俺たちの世話係として雇ってやるから、一生働け。ええ、家政婦さん付きなの？助かる。また、イチャイチャと抱き合い始める二人。しまいに、夫は高らかにこう言った。お前は一生、俺の ATM。嫌なら出てけ。私を指差しながら、そう言ってのける夫は、私が泣いてすがるとでも思っているのか、今にも高笑いを始めそうだった。しかし私は、夫とその隣で、勝ち誇ったような顔をしている愛人を交互に見ると、私室に封筒を取りに行き、中の書類を取り出して、リビングのテーブルに叩きつけた。わかった。はい、どうぞ。そう言って、夫と愛人に書類を突きつけると、今度は私が勝ち誇ったように腕を組んでにやりと笑って見せてやった。自分たちの思い通りにことを運びたいなら、これにサインしてからにしてちょうだい。いぶかしげな顔をして書類を見る夫と愛人は、内容を把握した途端に顔を真っ青にした。開いた口が塞がらない二人を、私は何食わぬ顔をして見つめた。そして、愛人の方は何かを思い出したのか、ガクガクと震えながら私を指さした。あなた、アパートの？あら、思い出してもらえて光栄だわ。さっき夫は、以前この愛人が住んでいたアパートが全焼したと言っていたが、その出火の原因は、紛れもなくこの愛人であり、そのアパートの持ち主は私だ。私は両親を交通事故で一度に亡くしており、その結果私には多額の遺産が舞い込んできた。その中には、父が持っていたアパートの経営も含まれており、私はそういった管理を仕事にしている。それに加えて、家賃収入もあるため、主婦のような生活をしているのだが、先のようなアパート全焼といったトラブルが発生すると、夜遅くまで仕事をしなければならなくなってしまうのが難点ではある。今回、アパートが全焼してしまった原因は、
この愛人の趣味であるアロマキャンドルの火の不始末ということが判明していた。しかしトラブルが起こってすぐは完全に事態をつかむことができないため、住人がしばらくの間寝泊まりする場所の把握をしていたのだが、この愛人は友人の家を指定しておきながらも、最初のうちは本当に友人の家にいたらしいのだが、結局はホテルを転々としていたのだ。そして警察や消防の現場検証を終えた時点で火元が特定され、この愛人が原因だと分かった時には姿をくらませていた。そういったことが重なって、連日のように夜遅くまで警察や消防や裁判所などあちこち駆け回らなくてはならなくなったのだが、残念ながらこの愛人の居場所が突き止められないままになっていた。しかしこうして目の前に現れてくれたとなっては、このチャンスを逃すことはしたくない。こうして面と向かって対峙し、書類を渡したことによってこれからのことがスムーズに進む。私はようやく肩の荷が下りたと感じた。さらに夫と浮気をしてくれたおかげで、アパート全焼の損害賠償だけではなく慰謝料も請求できるとあっては言うことはない。損害賠償に慰謝料、大変ね。また逃げてもいいけれど、そうなると今以上に罰則が増えるだろうから、いよいよ逮捕されるかもね。私の言葉に愛人はその場にぺたりと座り込んでしまった。おい、かわいそうだろ。なんて薄情な奴なんだお前は。住むところも着るものも財産だってほとんど失った彼女に譲歩くらいしてやったらどうだ。顔を真っ青にして動かなくなった愛人に、夫は真っ赤になって私を責め立てるが、残念ながら私には何一つ響かない。あら、あなたも同じ立場なのに随分と余裕そうね。夫に渡した書類を指でトントンと叩きながら、私は夫を睨みつける。夫にも離婚の慰謝料を請求するのはもちろんだが、それに加えて家の中を整理していた時に見つけた書類も加えてやる。なんだこりゃ。差し出されている書類に目を落とした夫がぎょっとした顔で私を見る。私は何でもないような顔をしてしれっと言ってやった。何って、付き合っていた時に私から借金したでしょ。その借用書よ。夫はまだ付き合っていた当時、私から借金をしていた。理由は何だったかはもう覚えていないが、その時私は半分冗談で借用書を作成したのだ。金額は150万円、返済期限は私が二十歳の誕生日から30年後、もうあと4年ほどだ。こんなの無効だ。そう言い張る夫だったが、その借用書に不備が見当たらないことは弁護士に確認してもらっている。つまりはしっかりとした借用書なのだ。なんとかして踏み倒そうと思っているようだけど、これは正式な借用書よ。あなたと離婚を決意した時に弁護士さんに確認してもらったわ。慰謝料と合わせて耳を揃えて返してちょうだいね。そう言うと、夫も愛人と同じように顔を真っ青にしてその場にへたり込んでしまった。お似合いのカップルらしく、同じ格好で打ちひしがれている二人を見て、私はさらに追い打ちをかける。あと、さっきから言っているけど、ここは私の家だから、あなたたちは今すぐ出て行ってちょうだい。ここに住むことは許さないわ。さあ。動こうとしない二人を、私は玄関まで追い立てた。しかし、我に返った夫が、急に立ち上がり怒鳴り始める。そんな急なことがまかり通るわけないだろう。追い出された俺たちは一体どうしろって言うんだ。じゃあ、急に私を追い出そうとしたあなたは、私の今夜の寝床を用意してくれてたってわけ。先ほど自分が言ったことと同じことをしたまでだと返すと、
夫は苦虫を噛みつぶしたような顔で私を睨みつけてくる。どうにかして私を言いくるめようとしているのはわかるが、それは無理な話だ。さっきから黙って聞いてりゃ無茶なことばかり言いやがって、こんなこと許されるはずねえんだ。俺たちはビタ一文払わないからな。そう言って怒鳴りつけた夫は、愛人を無理やり立たせると何も持たないまま出て行こうとする。それでは困ると、私は夫を呼び止めた。待って、行かないで。それを聞いた夫は何を勘違いしたのか、私が謝ると思ったようでにやりと笑って振り返った。慌ててリビングに戻る私の後を追って、再びリビングに入ってきた夫は得意げに喋り始める。ほらな、そうだろう、やっぱりお前は俺がいないとダメなやつなんだ。はい、あなたとその人の分の書類、それからあなたのカバンとその人のカバンね。勝ち誇ったように言う夫を遮って、私は必要なものをすべて渡すとニコリと笑った。ポカンとした顔をして受け取る夫。しかし私の態度に今度こそ怒ったのか、手渡されたすべてを放り出した。いい加減にしろよお前、主人である俺を敬えないわ、気が利かないわ、無茶ばかり言うは何なんだ。そんなだから離婚されるんだぞ。ちょっとは俺のために尽くしてみろ。その言葉に私も堪忍袋の尾が切れてしまい反論する。下手に出てれば好き放題言って、私が尽くしてこなかったですって、仕事が忙しいあんたのために帰る頃にはお風呂を沸かして夕飯を作ってお弁当もこしらえて、それなのにあんたは何の予告もなく遅く帰ってきてみたり、夕飯を済ませてきたり、お弁当にケチをつけたり、私は今まであんたの言う通りにしてきたってのに尽くしてみろですって思い上がってんじゃないわよ。ダンとテーブルを叩いて夫を睨みつけると、夫も愛人も目を丸くしてこっちを見ていた。今まで口では反論していても物に当たったりすることはなかった私の行動に、夫は一瞬ひるんだようだ。その様子を見て私は全てをぶちまけることにした。いい気になってるのはあんたの方よ。何よ、私が書類を渡すために引き止めたっていうのに勘違いして、やっぱりお前は俺がいないとダメなやつなんだですって、それにそんなだから離婚される、わけのわからないこと言わないで、離婚されるのはあんたよ。言いたいことを言い終わって肩で息をしている私を呆然と見つめる夫。私の剣幕に気をされて愛人もポカンと口を開けて成り行きを見守っている。夫が怒鳴ってこないことをいいことに、私はさらに畳みかける。どうせあんたたちはなんだかんだ言ってまた逃げられると思ってるでしょうけど、私が今からでも弁護士さんに連絡すれば離婚のことやアパートのことを内容証明で送ってくれるんだからね。もちろんあんたたちの勤め先にね。ああそうそう、どうしたってあんたたちは逃げようとするだろうから、先に家族に送ってもらったから。私の言葉に二人はガタガタと震え出し、お互いに顔を見合わせる。そろそろお叱りの電話が来る頃じゃない？そう言った途端に、まず夫のスマホが着信を告げた。びくりと肩を揺らして画面を見た夫は、小さく悲鳴を上げながらスマホを落とした。何？誰から？もしかして親から？尋常ではない夫の様子を見た愛人は、怖いながらも状況を把握しようと声をかけるが、次の瞬間、自分のスマホが鳴り出して言葉を止めた。恐る恐る画面を確認した愛人は、途端にスマホを放り出して距離を取った。こちらにまで飛んできた愛人のスマホの画面には、お父さんと表示されていた。なんともぴったりのタイミングで、親からの電話がかかってきたことに、私自身も驚いたが、夫も愛人も恐怖におののいた顔で、私を見ているのでよしとした。
恐怖で動けない二人を何とか家から追い出し、必要な荷物も一緒に外へ出すと玄関の鍵を閉めた。すると少しして我に帰った夫が外でわめき始めたので、近所迷惑になる前に警察に通報しておいた。ほどなくしてサイレンの音が聞こえ、夫も愛人もパトカーに乗せられていった。それからしばらく経って私は離婚した。結局警察に連れて行かれたことで、元夫は会社に騒ぎがバレてしまい、内容証明を送らずとも会社を追われたようだ。そして愛人の方もこの騒ぎで不貞行為やアパートのことが知られてしまい、自主退職したそうだ。元義両親はもちろん、愛人の親御さんも厳しい方だったようで、内容証明を見たことで娘を実家に引っ張って帰ったらしい。今では地元で親の監視のもと真面目にコツコツ働いて、損害賠償や慰謝料を返しているとのことだ。それは元夫もそれは同じで、元義両親に引き取られて父親の家業を手伝いながら慰謝料や借金を返している。あの後元義両親から電話がかかってきた。元義両親、特に元義母は泣いて謝られ、元義父からは慰謝料とは別に十分すぎるほどの謝罪を受け取った。これを元手に、あの愛人によって全焼してしまったアパートを建て直すつもりだ。以前はよくあるアパートだったが、今回建て直すものはセキュリティのしっかりしたものにしようと思っている。元夫はどういう風の吹き回しか、暇さえあれば私に連絡してきて復縁を迫ってくる。元義父に叱られて目が覚めた。心を入れ替えたからまた一緒に暮らしたいと言っているが、そんな言葉は信用できないし、もちろんきっぱりと断った。それでも復縁を迫る元夫に、そろそろまた元義両親に叱ってもらおうと考えている。夫と愛人からの返済は一人だとビビたる額なのだが、倍となると話は変わってくる。あのアパート以外の家賃収入や返済分を合わせるとしっかりした身入りになるので、かなり助かっている。もう夫の帰る時間を気にして家事をしなくても良くなったし、夫の好き嫌いや次の日の弁当のおかずのことを考えて買い物をすることもなくなった。お金と時間を自由に使える生活を楽しみながら、これからのんびり暮らしていこうと思っている。